お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらのホグでやっていきたいと思います。さあ、このホグなんですけども、前シーズン世界1位ね、モハメドライトですね。はい、この選手が使ってたデッキですね。なんならこの世界1位を取る本当一番最後の試合、その前のかな、最後直近が、この方のホグで、その前の5、6戦がこっちのホグだったんですよ。まあ、だから、まあ、シーズン終盤本当最後世界1取る前10戦ほどね、まあ、なんかずっと使いろいろ使ってて、最後10戦ほどねこのホグで、やってましたんで、今日2個のこのホグやっていきたいと思います。で、圧着に持ってない方に、先に代わり言ってきます。ロケホです。いや、これはロケホですね。なんかロケホ型で昔から使われてる方の圧着型のだけなので、まあ逆にもともとはロケホですね。はい、さあ、上杉謙信的な、謙信の妻みたいな感じの名前の方が来ましたね。さあ、よろしく。で、なんか多分ロケホ型だと、なんだろう、まあロケホ型だと多分ゴレとか大型に多分勝ちやすいのかな。まあラムだとまた分かんないけど、おい、ケツペッカ早えのあんた。これちょっと言っていいですか。でも行き好きぐらいがちょうどいいみたいなのね。いや、圧着いかい。圧着、ちょっと待って、ミニペたまたま圧着に殴ってほしいな、それ。いや、折れるやないかい。いや、早っ。あー、これ、俺やばいっすね。これ気づいたっす。うん、結構やばいことに気づきました。もう守れないっす。なんで一時交換します。無理っすよね。圧着以下ユニットでね対応してきて、ユニットを倒したい用のミニペコウモリだったんですけど、頑張れ、圧着頑張れる。ウッドサイトもいいけどな。はいはいはい。いや、ペッカ対ホグでこんな試合になるかっていう。そんな試合してる。さあ、着衣型の、ペッカ工場ですね。で、U の出したら一旦ケツペッカですね。わかってます。で、圧着いるんでね。なんか逆サイドの攻めが微妙になりそうですか。まあ、でも圧着になったことによって、多分、対空がやっぱ薄かったのが、ちょっと強くなってると思いますね。だからバルーンとか、引いた時には、前よりは多分勝ちやすいんじゃないっていう。でもそれぐらいか。でもロケホーでもやっぱ結局回転早いし、ロケホーでいいんじゃねえ感もあるんですけど、ぶっちぎり。いやー、それなんか嫌っすね。さあ、まあゴースト溶かしながら。よいしょ。てか、アイゴロをさ、なんか最近やっぱそんな使わないからさ、違和感あるというかさ、ここ最近マザネクのせいもあってさ、アイゴレのやっぱ使う場面がなかったんですよ。そうそう、全部舞台になっちゃうんだね。消えろや、あーちゃくい、お前消えろや、あんた消えなかったら何のためにおんねん。消えてくれや。よいしょ。これスペルあるか、相手やべ。いや、強っ。ミニペとかが強え。レベチに強えんだけど、ミニペが。ああ、え、今の、そう、エレキ降ってくるよね。降ってこないの、降ってくるよね。そう、なんか相手、ザップそれやってないっすか？大丈夫っすか？大丈夫そうですね。僕のやってたのは僕のミニペの方でしたね。ごめんなさいね。よいしょ。この圧着絶対いらないっすね。まあまあ、そういうこともあるわ。そういう日もあるわ。さあ、で、コウモリ1周目はザップ打たれるか、まあ、エレキかね、やってもらって、2周目、3周目でね、頑張っていこうぜっていう話よ。てか、ミニペッカがバカ強えな。気づいた。これ。ミニペゲーだ。ほら。ミニペゲーっすね。これさ、どんぐらい許容していいのか分かんないな、キングを。まあ、ホグ飛ばして、クエク打っとくか、暇だし。打って、なんだろ？あんな、ちょ、連打、消えんかい。まあ、消えないんですけど。なんか陸強いっすね。その多分前の動画から、多分前日ぐらいの動画でも言ってるかもしれないんですけど、もう施設なくなったんで、もうユニット時代なんで、
もうメガナイトとかラムとかゴーストユノとかが多いんですよね。だから陸豊富なこういうアイゴレミニペスケとかがちょっと強いんですよね、今。だからガチ昔のこういったデッキとかもな、ちょっと強くなってきてんのかな。もうマザネクもいないしな。そう、ずっと多分こういうデッキもマザネクのせいで活躍できなかったんですけど、スケコウモリのアイゴレとか。マザネクいなくなったら、まあ、アイゴレミニペの時代が復活じゃないですか。で、まあ、プリンスに勝てないんで、スケですよね。さあ、キャプテン、クッキー。強そうだな。名前で負けてる、俺。いや、どうなんだ。名前でなら俺もまだ戦えてるから。さあ、どうしようかな。まあ、ウッド削りと、まあ、クエイクでいいか。うん。タルババスケ。まあ、バルーンっぽいけどな。今んとこガチでバルーンっすね。で、あっち食い出してバルーンポーン来て負けるのがね、やっぱ怖いっすよね、僕からしたら。でもそれしか考えられないっすよね、ぶっちゃけ。いや、ごめんなさい、全然違うわ。わかんない、わかんない。メリベ、殴れ、殴れ、横の女殴ってこい。オッケー。そんな言い方したらよくねえぞ、みんな。うわー、めっちゃいい。めっちゃいいトルネ来ちゃった。めっちゃいいトルネ来ちゃったよ、それは。いや、遅延スキラーか。いや、コウモリ入る、コウモリ入る。これ多分レベチに入れ。え、もっと入れ。んてか、プリンス、あ、わかりましたね。皆さん。LJI です。LJI ですね。まあ、LJI これミニペがバカ強いっすよ。ミニペ結構メタなんでね。その、プリンスとかもさ、エレジャイのそこそこのメタになるんですよ。まあなんですけど、結局4コストで化け物火力出せるミニペの方が相当なメタではある。で、ワンチャンこれライトニングですね。まあ、ライトだったらライトで。あ、違う、行かれんな、行かれんな。さあ、まあしっかりアイゴレ警戒して、もうエレジャイ来たらミニペウッドで溶かすだけなんでね。でも来なくても溶かすんですけどね。ええ感じで。あとはもう圧着いいゲーじゃない？よいしょ。まあライトニングじゃない？これはさすがに。ああ。これと、あれか。危ない危ない。圧着いいのスキル発動できなかったですね。いや、マジ、やばくないですか？これ。強すぎ？で、まあこれ、ボス敵もいないし、コウモリも多分相手ちょっときつめなんで、後ろつけとけば。おい。で、ミニペ勝つんで。次、もしエレジア来たら今、スケミニペアイゴレで守れます。まあ、相手のこれ、俺への勝ち方は、なんか変なトルネードするぐらいじゃないですか。変なんて言ったらあれですけど。無理やりトルネードで、なんか大ダメージ狙うとかじゃないと、私にね、傷をつけることは難しいですよ。で、この1周目のエレジアにはちょっと早めにね、エレジア展開してあげて、エレジアじゃねえ。誰だよ。ミニペックか。やばい。まあ、でも、もうエリザイこう溶かしてしまうみたいなのがあるんだね、マジで。さあ、いいで、今、トルネも使ったんで、まあ、ホグ飛ばしとくっちゃ飛ばしとくなんですけど、一応、墓石もあるんで。よいしょ。ああ、いいっすけ、それは。で、これ、ミニペ出しとった方がいいっすね。1周目か2周目か3周目か分かんないですけど。ちょっとずつ怖くなっていたな、なんか。圧着嫌なんだよ。あ、やばい、しっかり蓋して。しっかり蓋して。溶かします。いや、これライトニング、あ、あ、よし、バトルネしてる。あ、いい、勝った。まあ、今のトルネで剥がしたとって、このミニペッカで多分勝てたんですよ。まあ、だから負け筋はミニペと圧着嫌両方にライト打たれるってことだったんですね、僕は。まあまあ。さあ、送らして、なんならもう一回スキル使えて。これクエクウッドで落ちねえのかな。クエクウッドのダメージさ、297ぐらいじゃなかったっけ。じゃあ、待って。260ぐらいと、あ、だから370がぴったり落ちるんだ。多分。ん？ぴったり落ちねえな。いやー、マジで。年越して、計算忘れちった。いや、もしかしたらね、なんか帰ってきますよ。もうミニペックが。あ、え、てか116か。あれ？俺の持ってたの？なんか105ぐらいだったんだよな。あれか、レベル11か。だから僕、マルチのダメージ覚えてないっす。ごめんなさい。大会のダメージしか知らねえわ。よいしょ。いやー、スケキンとかにも、まあ、アイゴレ優秀なんでね。さあ、まあ、スケキンってことは、
アーチャクイを倒せるライトニングとか基本的にないので、まあ、アーチャクイゲーミングじゃない？あー、スケキンエレキレア。レアなはず。ペーズン。まあ、スキル使っとこうぜ、早めに。アーチャクイが強いと。強い。まあ、ホグ飛ばし毒みたいなとこあるよね。これでなんかホグに対応いってさ、アーチャクイのスキル時間稼げれたらさ、ここでもう一回アーチャクイのスキル使えるわけじゃん。いやー、なんか微妙。さあ、ムートで、てかダメージ入りすぎだね、俺。スケキン、エリキムートか。まあ、スケラっぽいけどな。なんか初めに行ってきたら秒で相割で蓋しちゃおう。まあ、わかんなかったらできるだけ低コストいっぱい出していけばいいっすよね。さあ、コウモリ。いや、コウモリとか回転早いな。さあ、クエイクで削っていこうか。まあ、逆ホグでもいいんですけど、もうあと2000まで行っちゃえば、もうなんか、右サイド削ればよくねっていう話っすよね。でさあ、カード回しながら、ダメージ削っていきます。まあ、アイゴレでね。いや、アイゴレいいな。これやばくないですか、回転。これ相手だって俺のこのホグコウモリ多分激、あ、違う。ホグコウモリ言ったね。いや、今ホグコウモリ絶対きつかったんですよ。だってエレキいないんで、マジコウモリいるだけで、ガチで熱かったんですよね。これちょっとやばくなってきたかもしれん。最悪だ。いや、もうこのちょっと低めのコウモリでね。やばコウモリきつそうだなって。やべ、俺、打ってこれ早かったな。ちょっと待てよ、だって。まあもう、顎で。いや、スケギンのスキル、なんか刺されたちょっと痛い、嫌ですね、なんか。まあでも、今だったらアチクイ飛ばして、ホグコウモリマジひどくだと思うんですよね。相手のエレキいなかったら。ガチ、エレキだけじゃない？相手、俺のこれ止めれるの。よいしょ。暇なんで、めっちゃ攻める感だけ出していきます。てか、アチャクイゲー？アチャクイゲー？いや、なんかもうどんどん雑になってきちゃった。いや、これ多分、神相性の神相性だと思うんですよね。なんか負ける世界戦がないっていうか、どうやったら負けるんだろうっていう。負け方を知りたいっていう。あ、ほざいてる、ほざいてる、俺。よいしょ。あれ、よいしょ。ミニペック出して、マジでエレキ以外俺のコウモリやれません、相手。まあエレキ以外というか、まあ、ポイズンがあるぐらいっすよね。よいしょ。さあミニペッカも受けが苦しそうですけど、ホグでコウモリ追加と。ああ、これはどっちか折れますね。クエイクナイト、オーケー。いや、マジ回転速いから、相手がねこういうマジでコウモリとかのミニペッカも来るしとかだったら、もうほんとコウモリミニペ出しまくれば勝てるんで、まあ、なんならコウモリにもミニペにもまあ対応できるね。それこそ縦の戦士とか、まあ、ザップとかあったとしても結局回転が速いですから、僕の方が。まあ、だからそこの回転で崩せますよねっていう話っすよね。さあ、よろしくお願いします。だから初手ホグとかもする必要ないっすよね。あー、これなんもねえな。やばい、待って、ガチなんもねえ。ガチなんもねえ。ちょ、待って、そんなことある？クイークで守ります。ちょっと待って。あー、これちょっと、やばくない？訴えれるよ、このサイクル、カードサイクル。やばい、マジやばい。俺これで負けたらさすがにちょっとやばい。まあ、ウッドもないし、アチャクイもコウモリもなかったんで、スケバレ対応できないでしょ。まあ、これはマジしょうがないっすね。でも、アイゴレと、もうウッドでもいいんだけど、クエイクで幅広くいっちゃうか。いや、鬼の許容です。いや、もう、こんなん知らんっす。これ、やばいっすよね。これ、気悪いっしょ。さすがに。ああ、まだそのファイブは、まあ、最初のこのカードサイクルというか、だから事故、2000ダメージと、アドコレほぼトントンですね。なんなら俺の方が勝ってるんじゃないか論があります。に持っていけたのは悪くないですね。大体コウモリきついっす、これ。うわぁ。いや、なんでですって。俺のコウモリきついですの、ドヤ顔返して。もう俺もコウモリちょっとね、嫌なんですけど。さあ、そう。帰ってもらって。これ、スケバレ来たらコウモリで秒とかしっすね。
まあなんかスケキンのファイボヤっていうのがちょっとあれですね。なんかロイジェとかメガナイトとかいそうだけども結構出てるような、ファイボヤ、プリンスコウモリ、スケキン、スケボル、ヤリゴブ、スケルトン部隊って言ったっけ。うん、プリンスがいるっすね。で圧着衣がファイボヤで飛んじゃうんすわ。そういえばファイブアで飛んじゃうんすよ、この子。いやでもまあまあまあなんとかなりそうな気はしてるんだよね。しっかりウッドで、いや怖え、マジで怖え。ヤリゴブとかのダメージを抑えたいな。よしよしよし、いやめっちゃめっちゃ4人強用。うわー、俺のセリウッド当たらん。あのコウモリ何もつなげないっしょ。よし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 、いやダメージ追いついたのでいけー。いやーこれ美味しいなマジで。アイゴレいるからさ、コウモリも心配せんでいい。ミニピラシがなんとかなるっしょ。いやミニペサックルマジ大活躍なんですよね。まあこれに余計なことはせんでいいと。大体ここでスペルとか使ってきたら攻めるだけでしょ。これちょっとやべえな。緊急のね。でホグ飛ばすのは負け筋ですね。一旦守るのが吉と。いやー熱っ。いやこれ勝ったな。さあ絶対止まんねえこれ。止まりそう。オーケー。さあまあ初っ端の事故で2000受けてるんで、もうそれなければもう余裕ですよね。オーケー、ナイス。さあというわけで、もう一個本当はこっちの方も使いたかったんですけど、もう気づいたらこっちいっぱいやってました。なんでまあ皆さんもぜひね、こっちもやってみてください。よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またねー。